はい、ということでね、はい、我々今日はね、このセンチュリーに乗ってお寺に、ね、お寺巡りをしております、はい、それでは、出発しましょう。はい、行きましょう。今はね、アナウジンに来ました。最後に21番、次は吉見寺に向かいたいと思います。はい、あ、今日はせけど寒いけど、あれやな、いい天気やね。うん、いい天気やね。センチュリーのボネットも輝いております。はいはい。ちょっと暑いかな。ちょっと暑いかな。温度を下げたいと思います。寒いよ。はい、23度。やけど、これどこかな。亀岡市ね。亀岡市ね。ちょっと待った。およそ300m 先、左方向です。なんかいいね。心配ないよ。剣棒道間違えへんか心配ないですよ。方向違う。今もどっち向いて走ってるか分かんない。いや、今はまだ朝は分かってる。おじさんがまだこっちが東や。うん、これだ。うん、これやな。ナビに弱い男言うて、ショート動画撮らんから。携帯新しい変えたけど、使い方さえ分かっていない。でも YouTube の編集受けましたね。全然あることや。これはサムネイルを作る。サムネのことだ。でもサムネはめっちゃ重要ですよ。1秒見るのがやっぱサムネやから、それで見るか見えないかが決定するから。サムネはせやけど、たまに鉄道ってんだけどな。こんなんがいい。いや、俺に言われてもって感じよ。向井さんのひらめきで見つけるやつかもしれん。たまにね、やってるけど。そう。
田真子さんも結構山の上で安全だったときバス2人が来て、1人が運転して1人がカーブのところで車来てますとかストップ2台とか全部かかるんです。まだそこがバス停の入り口や出口、ここまでしかもバスはね今度はそっからこの右にから登るとこあって、これもうちょっと上がるじゃないですか。だから観光バスを取り入れるな。そうだからここまではええねん。だから車まで引いて行ってくれんねんけど、この時点でこの勾配やんねんって。せやのな、このここからな、この見てこの坂これいかしよってん。私ら死ぬかよって言うて、車はほんまにすげえ。ということでね、吉見だれであんれでにちょっと寒いんで口がかじかんでおります。到着しました。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。